ね、雲行き赤さのレートあまりにも高すぎるんだわあれ。あ、びっくりするぐらい高い。あの二人スポコン、スパーゴ族の中でも上位なんだ、全員スパーゴか。上の人たちは全員スパーゴを目指してんのかな。まあ、スパーゴは目指してるか。鬼まさしになれば赤さ雲行きも余裕で来れる、超えれるかな。え、ということはあれ、赤さ雲行きはもうすでに鬼を飼ってるってこと、もう鬼を宿してるってこと。スパーゴになれるんだったら、強くなれるんだったら鬼宿したいな。ウェイ、スパーゴも鬼を宿してる。鬼宿さないと、じゃあこの界隈は勝てないのか、そういうこと。うん、24時間スマブラシャー勝てる、マジ。仕事辞めるか。じゃあ仕事辞めて職業をスマメイターにするか。なんか履歴書とか、今後履歴書の欄スマメイターって書こうかな。ご職業は、はい、スマメイトをしています。なんか言葉だけ聞くとなんかそれっぽいけどな。今からスマメイト始めるんですが、何が言いたいかわかる何が言いたいかわかる。みんな毎度毎度ごめんな。ささっとね、メイト見たいよな、な見たいよな、ごめんな。ちょっとだけ待ってて、ちょっとだけ待ってて あー、これリミットでよかった。さすがに倒せる。なんでどうしてまだまだだなまだまだだな。確かに確かに、おめえの言う通りだ。やった。みんな今日ダメかも。今日もダメかもしらん。ある、夜はこれから。確かにそれはあるかも。違うそうじゃない
こっちが死んでる、こっちが負けとるやないか。違うんだよ。あったけどさ、あったけど違うんだよ。やってない。なんで勝ったんだよこれを。そんなつもりないが、なんで勝ってんだよこれ。いやいや、何も出ない。今日霧祭りだ。いや、なんか、まあまあいいだろう。追いついた。まだ。勝った。なんだこれは。なんなんだこれは。なんで勝ったんだよこの二先を。経験の差。運か。運か。配信始める前に神社行った甲斐があったなって言ったらな。